おはようございます。白菜です。さて、本日のお話は、意見を求められた時に黙ってしまう理由というお話です。会議などで意見を求められた時、黙ってしまう人、いますよね。それほど硬い場面ではなくても、友達何人かと話している時や、あまり慣れていない人たちと飲み会をする時など、どう思うと言われても、曖昧な答えや誰かの意見に乗っかるような発言しかしない。単純に喋るのが苦手、自分の意見に自信がないという人もいますが、萎縮してしまって意見が言えない場合、意見よりももっと深いところに原因があります。それは自分の意見を言うことで、自分という人間そのものを否定されるということを恐れているということです。いわば防衛本能みたいなものです。それが怖いから意見を言えない。なぜそんなことになるのでしょう。例えば子供の頃からずっと自分の親に自分の意見や考えを否定され、テストの点数以外では評価されなかったり、言うことを聞かないイコールダメな子という扱いをされ、人格そのものを否定されたり、そうやって積み重なったものは、やがて自分そのものの自信を喪失させていきます。結果、自分は何をやっても評価されない人間という思い込みが出来上がる。それは本人にとってトラウマです。こういう思い込みがあると、自分の意見など評価されるはずがないと考え、言えばまた馬鹿にされる。結果的にまた自分の心が深く傷つく。だったら言わない方がいいということになってしまうのです。何を言うかではなく、言ったことは否定されるという思いがあるから、なかなか自分の意見を堂々と言えないのです。たとえ意見に対して、それはちょっとと言った人が、その意見がダメだと言ったつもりでも、トラウマがあれば、それは意見ではなく、自分の存在や人格を否定されたと思ってしまうのです。つまり、意見の否定と人格否定が同義になっているのです。アイデアを否定されることを恐れてはいけない。確かにその通りです。でもその前に、そのトラウマを克服しなければ、踏み出すことはできません。意見を言わない部下や同僚がいる人は面倒かもしれませんが、そこまで想像力を働かせてください。自分自身がそうだという人は、どうか自分を認めてください。いいところも悪いところも。あなたは誰かに人格や存在を否定されるような人間ではありません。どんなに頭のいい人が否定しても、力のある上司がそう言っても、その言葉であなたが自分の存在や人格を否定する必要はないのです。黙ってしまうのはあなたが何も考えていないからではなく、やる気がないからでもなく、怖いからです。あなたがダメだからではない。自分の中で泣いている子供を抱きしめて、大丈夫、思うままに生きていいんだよと、言ってあげてください。もし涙が流れたら、我慢せずに泣き続けてください。自分を認めることができれば、意見は自然と出てきます。堂々と言うことができます。否定されて落ち込んだら、またここに戻ってきてください。そして、思い出してください。少なくとも、あなたを否定しない人間が、ここにいるのです。では、今日も素敵な一日を。